はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はファミスタクライマックス、ドリームペナント5周目続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ね、お話しさせていただいたように、今回からは試合というか、その1カードの前にファミダスを引いていこうということで、早速ファミダスを引くところからやっていきましょうか。野手10枚、投手10枚引いていきます。5周目ともなると金色カードもそこそこの割合で出てきてくれるので、すごく楽しみなんですよね。じゃあまずは投手10連でいきましょう。騎士、おお、金カードが来た。野村雄介か。 PP は60ですね。お、また金カードが来た。大谷翔平が来た。これかなり嬉しいな。最速165キロを誇る本格派右腕、リアル二刀流もこなすっていうことでね、まあ、大谷は早速組み込みましょう、スタメンに。一応大谷は投手枠なんですね、カードとしては。まあ、もう大谷翔平が出ただけでかなり満足しちゃってますけど、まだまだ野手10連が待ってますからね。いや、大谷翔平は本当に嬉しいな。じゃあ次、投手じゃなく野手10連ですね。こっちも金色カード期待しちゃうな。大谷が出、あ、角中3枚目ですね。お、村田修一が出たな。サネマツも3枚目じゃなかったかな。福留も2枚目ですかね。ちょっと野手の方は金は出なそうかな。このままいくとそよぎが出て、相澤、残念。ただ角中3枚目、あ、サネマツも3枚目ですね、やっぱりって感じでしたね。じゃあ早速スタメンを入れ替えていきましょうか。大谷か。ただ大谷ピッチャー枠で入れたいよな、どうせだったら。となると大谷をどこに入れるかですけどね。もちろん大谷はスタメンというか先発に入れたいので、そうなると控え投手で言うと今千賀、杉内、菊池のとこだけど、まあそうなると杉内のところに大谷かな。これでいきましょうか。で、控え野手は角中が3枚目になって、あ、そうか、じゃあ角中にスキルつけてあげるか、連打。ビシエドにもスキルつけられるかな、強振。まあ、こんなとこですかね。ご覧の通りもう PP がね全然足りてないので、野手控えは3枠空きを作らざるを得ないっていう状況なんですが、じゃあこれでいきましょう。今日の先発は今村だから、せっかく金カードを手に入れてもスタメンどころか控えにも入れられないっていうね、まあ贅沢な悩み。初球を打って荻野はセンターフライ。今日のベイスターズの先発は石田ですね。荒木も初球を打ってサード、まあいい当たりでしたけどね。で、ここからは自慢のクリーンナップですが、当たりは大きいけど梶谷が追いついたのかな、落球したのかな、フェンス直撃だったのか、いずれにしてもなぜかツーベースになってる。で、一発も打てるメヒアだけど、ここは決め球のチェンジアップか。で、落ちるボール、2球で追い込まれて第3球目、最後は直球に空振り三振。さあ、変わって1回の裏ですね。まあ、今村はね、追い込めば
ナイスプレー。フォーク持ってますからね。あ、レフトを守る岡島は足がねとにかく速いんで、今みたいな際どい落ちるかなっていうボールでも思い切って突っ込んでいけるっていうのはいいですよね。さあ今村ワンボールツーボールワンストライクから外してスリーボールになりましたね。ここは直球で追い込みましょう。で最後はフォークで空振り三振。さあ5番からです。柳田はこれはミート打ちで入るね。柳田今強振してないんですけどミート打ちでホームランですね。で坂本、まあ、坂本も走力 A あるんで今みたいな強い当たりでも二塁悠々セーフですね。これがね足が遅いバッターだと今の当たりだと下手したら一塁ストップっていうね、それがファミスタですからね。吉川の当たりはセンター追いつきます。うん、セカンド追いつきます。で小林なんで吉川のところにね、まあ、ちょっと失礼な言い方なんですけど打てるサードが入ってくるともうスターティングオーダーとしては完成形になるかなっていうところですね。さあワンボールワンストライクから石田の第3球目、これは直球ボール球。今村に結構慎重に攻めてくるな。うーん、最後は曲げてきましたね。見逃し三振。さあ2回の裏、今村のピッチングです。筒子、いい当たりだ。危ない危ない。まあ筒子クラスになると簡単にスタンドまで持ってかれるんで、今1点しかリードがないんでどうしても一発があるバッターが入ってくるとちょっとドキドキしちゃいますよね。ただ今村はうちの勝ち頭なんでね、ここは萩野が追いつきます。うちのチームで一番足が速い萩野。ここでピッチャーが須田に変わりましたね。荻野は初球を打ってピッチャーフライ。もう1点2点取っておきたいなっていうのが、まあ、正直なところなんだよな。今村とはいえ追い込むまでは普通に勝負しなきゃいけないんで、追い込むまでに一発を浴びるっていうね可能性もありますからね。おー、うまいね。今のはうまい。エリアンかな、セカンドを守ってるイリアンのナイスプレーで阻まれてしまいましたが、バッティングの方もエリアン、まあ、悪くはなさそうですね。ミートパワーともに、まあ、スキルが発動してというところですけど BB。 さあここでおそらく須田のところに代打白崎ですね。よし、追い込んだら殿下の宝刀。うん、振ってこないか。振ってこないですね。最後振ってくれたか。お、エリアンが走ったけど、ここは盗塁阻止率 100% の男小林が盗塁予想してくれるんで、走ってくれるとすごい楽ですね。ナムコスターズのスピード S の S プラスかな、 S プラスのピノスラも刺した男ですからね。まずはベースターズ戦、柳田のミート打ちでのホームラン1本ですけど、まあ勝ちは勝ちなんでこれで第2試合目気持ちよく入っていけるな。今日の試合は被安打2本以下でボーナス。まあ先発が誰かによるよな。
お、千賀か。千賀だったらいけるな。まあ、千賀はフォークボール持ってるんで、きっちり追い込んだら最後はね、フォークで空振り三振狙えますからね。さあ、今日の先発は、伊能だけど、荻野はこの辺りでも、内野安打にできるからな。まあ、絶対相手にしたくないですよね。完全に打ち取ったボールですからね。荒木の当たりはレフトフライに倒れて岡島、これは抜けるね。荻野の足なら帰ってこれるかな。帰ってこれますね。その隙の岡島は三塁まで進んでワンアウトランナー三塁。ここでメヒアだな。メヒアここまで開幕5試合目でまだホームラン0本か。そろそろ1本欲しいですね。って言ってるとこの当たりだ。で柳田、まあこの辺りの打線はね、本当に自慢の打線ですからね。3、4、5、6番までは。これに9番で大谷が出てくるわけでしょ。大谷が先発の試合では恐ろしいチームに仕上がってますね。さあ4点目です。で吉川、まあね、さっきの試合でも言いましたけど、この吉川のところに打てる3番が入ってくると、まあ、より打線が厚みが出るというか、まあ、もう完成するかなって感じですね。できればね、守備も肩もそれなりに強い選手が欲しいといえば欲しいんでね。さ、千賀の当たりはボテボテの当たりですが、これがタイムリーになる。これがファミスタクオリティ。さあ荻野のバッティングですが、ここは引っ張ってファールボール。ちょっと荒木がね、最近当たりが止まってるんで、ここは荻野がランナーを返してほしい場面ですね。これは二塁フォースアウト。ただビッグイニングにできましたね、1回から。で被安打2点以下ってことは、できればね、3回までもつれずに、まあ、1回の裏表で10点差をつけてコールドが一番いいですけど、それがもうできないんで、そうなると、今のは打ち取ってた当たりだけにもったいなかったな。これで1本打たれちゃいましたね。3回までもつれなければね、当然ヒットを打たれる可能性も減るんで。これで被安打2本打たれた。もう1本も打たれちゃいけないってね、結構早いな。で5番筒子、あっさりミッションは失敗しましたね。まあ、ホームランにならなかっただけよしとするが、さっきの試合は投手戦でしたけど、今回は一転してもう乱打戦の様相を呈してるな。これでワンアウトランナー三塁二塁。千賀がちょっと消耗が激しいかな。一回にしては結構当てられてるな。芯で捉えられてる感じがするんで、少し緩いボール緩急をつけていきますか。追い込んだらフォーク。まあ、ちょっとこの回2点取られてしまいましたが、千賀なんとかもう1回ね、2回の裏までは投げてほしいですね。完全なボール球に手が出てしまった荒木、まあ、手が出てしまったっていうか、僕が手出しただけなんですけど、これで追い込まれてしまったんで、ボールをしっかり見極めていかなきゃいけないところですけど、今のスライダーも際どかったな。これは落ちないと。センター桑原が突っ込んできましたね。
岡島のあたりはいいあたり、これはセンター追いつけないですよね。二塁はセーフ。これでワンアウトランナーが二塁で、先ほどホームランのメヒアはフェンス最上段へのあたり、ちょっと2打席連続まではいかなかったですね。惜しいあたりでした。で柳田のあたりも痛烈。これで5点差にまた戻しましたね。で7番の吉川、この吉川の当たりは犠牲フライにはなるぞ、十分だな。よし、で8番小林なんで、まあ、この回に千賀に代打は、まあ、そもそも小林がアウトになってしまいましたね。なんとか千賀にこの回投げ切ってもらいたい。これはどうだ、取りますね。メヒアが追いつきます。でピッチャー三上のところに代打白崎ですね。これは岡島が落下点。この回はだいぶサクサク、まあいい当たりされているなというのもありますけど、ここまで順調に来てるな。千賀も立ち直ってくれたかな。追い込んだら天下の報道、じゃあ千賀のところにこちらも代打を送っていきましょう。どうしようかな、メヒアにするか角中にするか、まあ、ちょっと角中を使いますか。いいバッティング。これでノーアウトランナー一塁で1番から前進守備してたんだな。まあ大野に関して言うと前進守備してないと一塁がさせないっていうね、それくらい足速いですからね。で荒木、ちょっとここのところ当たりが止まってるんですよね。まあ結果進塁打になって岡島です。これはちょっと上がりすぎたかな。エリアンが落下点に入ってます。今の当たり上さすがに岡島の足でも帰ってこれないですよね。よし、メヒアのあたりはなんだか知らないけど内野安打的な感じになったな。メヒアなんて決して足が速くないんでね。今のボールはちょっと難しいボールでしたね。柳田はここでセカンドゴロに倒れてスリーアウトチェンジ。ピッチャーを、まあここは西村を出しとけば間違いないでしょう。うちのリリーフエースですからね。梶谷の当たりは切れていく、際どい。まあ梶谷もパワー A あるんで、捉えられるとホームランにはやっぱなっちゃいますからね。メヒアは追い込んだらフォーク攻め、なんか水攻めみたいな感じになってますけど、筒香には初球フォークから入っていきましたが見逃してきます。154キロ直球も見逃す。特大の当たりだけどこれはファールボール。ここはもう一球フォークを挟んで最後もフォークボール。よし、まあちょっとね、1回の裏2本以下にヒットを抑えなさいっていうお題ばっかりが頭に入ってしまって、ちょっとね不甲斐ないというか点を取られてしまい、目的ミッションは達成できませんでしたが、無難にまず勝つのが大事ですからね。
投手全員の球速と球威がダウンした中での試合になりそうです。もう今日の先発が誰か、菊池か大谷かというところだと思うんですけどね。大谷だ、ついに大谷だな。ちなみに大谷のスキルはね、どうなってるかというと、スタミナは A プラスか。お、これは期待できるな。あとリアル二刀流っていう風にカードにも書かれてたように、打てるんで打線に切れ目が本当にない。むしろ大谷をね、3番とか5番とかに据えてもいいぐらい。さあ、まずは1回の表、ピッチャーは今永だな。さあ、ちょっと荒木ね、当たりが止まってましたが、ここはうまーく合わせてツーベースで、こっからね、点を1点でも多く取っておきましょう。大谷を楽にしてあげたい。まあ、初勝利をね、まあ、かかってる試合になりますからね。ここはちょっと荒木の足でも三塁への進塁は難しかったかな。メヒアはちょっと振り遅れてセカンドゴロ。これで1回の表は0点です。で、お、大谷早いね、直球は。で、決め球は剛速球ってなってるんで、まあ、緩急をつけながら、フォークはないんで緩いボールで落としていくしかないですね。ちょっと剛速球投げてみたんですが、梶谷に打ち返されてしまいましたね。で、4番ロペス。盗塁阻止率 100% の男がさせなかった。ついに梶谷にしかも3投を許したか。悔しいな。ここまで盗塁阻止率 100% を誇ってきた小林が、しかも3投を許すとは。ちょっと緩いボールにしちゃったのが良くなかったかな。にしても梶谷の、なんていうのかな、スタートが完璧だったんでしょうね。3投ですからね、2投じゃなく。やっぱ2塁の方がキャッチャーからすると投げるの遠いですからね。これはいい当たりだぞ。柳田の当たりはホームランになる。柳田今季2本目。何なんだこの当たりはっていうね。この当たりで三塁打になる。これがファミスタクオリティ。で、吉川ですね。今永も剛速球持ちだな。これは吉川の当たりはショートへのイージーフライで、小林です。小林も同じようなポップラインになっちゃいましたね。ただここで大谷だからな。打てるね、大谷は。ミート P パワー A、 思わず強振で行きたくなるな、こんなの見せられると。最後は落ちきらなかった、緩いボール、見逃し三振。2回の裏です。ここは空振り三振に仕留めます。で、倉本。大谷だとね、速球が速いんで、速い球を投げておけばある程度計算が立つっていうね。ただここはエリアには変数直撃のツーベース。
大谷からただ連打を打つっていうのはね、結構大変なんじゃないかなと思うんですよね。さあ3回の表、荻野からの攻撃になります。ピッチャーは須田へと変わっています。できればもう1回ね、あの大谷のバッティングしたいですよね。そのためにもなんとかつなげていってほしい場面ですけどね。荒木の当たりはライトフライに倒れて3番岡島。ここはつなげるバッティングでいきましょう。これはちょっと上がりすぎかな。で4番メヒアになります。ここは強振でいきましょう。アウトにならないのが重要なんで。がここは桑原落下点。ちょっと大谷のバッティングは見れませんでしたが、ここは大谷に完投してもらいましょう。うん、追いつけないね。大谷完投勝利を挙げてもらうためにはこの回を0点で抑え切ってもらわないと。リードが1点しかないんだよね。梶谷の当たりはさようならだ。いやー、大谷に勝利をつけさせてあげられなかったどころか負け投手にしてしまった。残念。まあ、大谷の初勝利はちょっとお預けになっちゃいましたね。まあ、次回かな。残念ですね。まあ、ただ今季これが初めての敗戦、6戦目にして、なのでまあ1勝、5勝1敗っていう成績にはね、満足できるものではあるんで、もう大谷の先発試合で勝てなかったというのは悔やまれますけど。で山井が練習中に怪我をしてしまいましたというところですね。はい、というわけで、今回大谷をゲットして早速先発大谷の様子をご覧いただくことができたかなと思うんですが、最後ね、梶谷にサヨナラホームランを浴びてしまい負け投手にしてしまいましたが、次回は、タイガースとの3連戦で、タイガースはこれ6戦全勝してますね。タイガース1位になってますからね。まあ、タイガースを倒してワンダーチームが1位になれるように頑張っていきましょう。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。